どれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。近いうちにみんな死ぬ。いや、俺が殺すんだ。そうすると決まってる。きっとこの先もパラディ島が生き延びる道が見つからなかったんだろう。何もかもがなくなる。家も人も動物も人生も夢も。母さんはどう思う？死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか。壁の王が自死の道を選んだように、少なくとも島と外じゃ死ぬ人の数が違いすぎる。エルディア人が完全に死滅すれば巨人の問題がなくなるのも事実だ。そんな結末納得できない。この光景、未来の記憶で見たことがある。おそらく俺はこの少年を助ける。このガキは異国の難民で、スリの常習犯。つまりここで商売する俺たちにとっちゃ、こりゃ害虫駆除ってわけだ。あんたには関係ねえわ。うっせえな。ああ、そうだな。俺は何を考えている。いずれこの少年も殺すくせに、何を思いやがって。暴力の限りを尽くす俺が正義を気取っていいわけないだろう。未来は変わらないらしい。ありがとう。俺も同じだったよ、ライナー。半端なクソ野郎だ。いや違う、それ以下だ。ごめん。